では続いての競技に参りましょう。次はね、野球。野球はこの番組でもやってますし、実際に弁当の骨付きチキンはやめてくれ。10代女子、どなたでしょうか。パルド。これはどうしてでしょう。冷凍食品の骨付きチキンがたまに入ってる時があるんですよ、はい、なんかそういう時って手も汚れるし、はい、どうやって食べていいか分かんないし。どうやって食べていいか分かるですよ。身のあるとこ食べていく、箸で掴もうとするんですけど、はい、なかなか食べにくいので、はい、ちょっとやめた方がいいかなと思って。あ、なるほど。お弁当だと手もね拭かなきゃいけなかったり、はい、いろいろ大変だから、はい、これいいですね。ちょっと変えたいですよ、はい、やはりやめてくれっていうのを強く言いたい。下の奥と上の方入れたい。もうこれしかやってない。